こんにちは。半導体を小学生でも分かるように説明する試みです。それでは早速見ていきましょう。時代は今からおよそ100年と200年くらい前、偉い科学者はこう言いました。うわ、なんか変な物質があるぞ。これはどういうことかというと、まずそもそもの話なんですが、我々が生きている世界には様々な物質があります。そしてこの様々な物質をこの世で最小のレベルまで拡大してみると、いわゆる原子というやつがたくさん集まってできています。ではこの原子の中はどういう構造なのかというと、まずその中心部に玉っころがあります。そしてこの中心の玉の周りを小さめな玉っころがぐるぐる回ってます。この小さい玉っころが電子です。こんな感じでこの電子があらゆる原子の内部でくるくる回ってるわけなんですが、ある物質においてはこの電子というやつが中心部の周りをぐるぐる回っていつつ、その一部が外にボロリンしちゃってて、わりかし自由に動き回ってるという物質があります。この一部の電子がわんぱくに自由度高めに動き回ってる物質というのが、基本的にいわゆる金属というやつなんですが、この物質の塊に電子がギチギチになってるゾーンとスカスカになってるゾーンを両極につなげるとどうでしょう。すると自由にわんぱくな電子がギチギチからスカスカに押されて移動しようとし、川のような流れができます。これを我々は電気が流れてると言ったりするわけなんですが、そんな具合なわけなので、いわゆる金属というやつは電気をよく通します。この金属を主とする電子の川を生んで電気をよく通す物質を導体と言います。一方、金属のような導体とは逆に全く電子の川を生み出さない物質があります。それらの物質は原子の中心部の周りを電子がぐるぐる回ってる状態において、この中心部が電子を引きつけるパワーが強すぎて、この中心部と電子が、あたいたちの友情はマジ学年1だから的なノリでやってるので全然離れません。ゴムとかプラスチックとかはこんな感じの物質なんですが、この物質の塊を電子がギチギチになってるゾーンとスカスカになってるゾーンでつなげても、知らねえよ的な感じで電子の移動は起きません。このように原子の中心部から電子が全然離れず電気を流さない物質を絶縁体と言います。そんな話は聞いてねえんだよ、半導体の話をさっさとしろや殺すぞと思ってる人が9割7分型だとは思いますが、この電気の川をスイスイ作る電気やりマンである導体と、あたいたちの友情はマジ学年1だから的に電子を離さない絶縁体のちょうど真ん中みたいな性質を持った第三の物質があります。この第三の物質は、例えばある温度以上の状態だと電子がわんぱくになって中心部からボロリンしてしまい、ある温度以下だと電子がガチゴチしてて全然ボロリンしないみたいな感じで、温度などの外から受けるエネルギーのデカさによって導体っぽくなったり絶縁体っぽくなったりします。これはどういうことかというと、例えばうんこがあったとします。このうんこをものすごい勢いで流れてる川に入れると、うんこは流される一択しかありません。ではこのうんこを水たまりに入れると、うんこはその場でとどまる一択しかありません。ではこのうんこをトイレに入れるとどうでしょう。するとうんこはひとまずその場でとどまります。しかしレバーをひねるという外部からの力が加わることによって、うんこをとどまるから流れるに状態変化させることができます。このように流れる川と水たまりはうんこの状態を一択しか選べないのに対し、トイレはうんこの状態を2択から選ぶことができるわけです。このある条件下においては電気を通し、ある条件下においては電気を通さないという感じの物質を半導体と言います。電気を通す導体と通さない絶縁体の半ばにある的なノリで半導体です。我々の身の回りにある半導体としては、シリコンという物質が安価でありながら便利だということで重宝されてたくさんあるっぽいです。ちなみにめちゃくちゃ紛らわしいですが、この半導体のシリコンはこのグニャグニャしてるやつ、シリコーンとは違う物質です。ではこの謎のシュールな機能を持つ半導体が何の役に立つのかという話なんですが、そんな中、今から70年くらい前、このアメリカにショックレイ博士がいました。ショックレイ博士はこう言いました。半導体をこねるぞ。こうしてショックレイ博士は半導体をこねました。するとショックレイ博士はこう言いました。うわぁ、すごい装置ができたぞ。こうしてショックレイ博士はこんな感じの装置を作りました。これの中身はその多くが半導体でできているんですが、中身の構造は信じられないほどめんどくさいので大まかに言いますが、こっちとこっちには A タイプの半導体があって、この真ん中には B タイプの半導体があるみたいな構造です。そんな感じでこの装置のこっちに電子ギチギチ棒を置いて、こっちに電子スカスカ棒を置きます。
するとどうでしょう。このままだとこの真ん中の B タイプの半導体の壁が邪魔して電子は流れません。しかし、この真ん中の B タイプの半導体に別方向から微弱な電子を流すと、この微弱な電子の刺激によって、この真ん中の半導体の壁が開いて、こっちからこっちへ電子が流れてくれるようになります。そんな感じで電気が通るところが3つあるので、この装置は3本足の見た目になってます。この真ん中への電子がスイッチになって別の電子の流れのオンオフを制御できる装置をトランジスタと言います。このトランジスタという言葉は日本語に訳すと、流れる電気の量を自由に調節できる装置ですねみたいな意味です。この時点ではまだまだシュールなだけで何の意味があるのかよくわからないこの装置ですが、このトランジスタの凄みは、スイッチのオンオフを電気でコントロールできる装置であるというところです。我々は電気が流れるようにするかどうかのスイッチを手でコントロールすることがありますが、そのコントロールをこの真ん中のところへの電気によって行えることで、手で電気のオンオフを制御するという手動の装置ではなく、電気で電気のオンオフを制御するという自動の装置を作れるわけです。ではこれがなぜすごいことなのかというと、例えばうんこがあったとします。このうんこが5個の便器にそれぞれある状態で、これらが流れるかどうかを我々はレバーを用いていちいち手によって制御しますが、ではそれぞれの便器のレバーをパイプの中に内蔵させて、そのパイプを別の便器と接続したらどうでしょう。こっちの便器のうんこを流すことによって、このパイプの中をうんこが通り、これによって5個のトイレのレバーが全てオンになり、全てのうんこが一斉に流れるようにできるわけです。そしてこれによって新たに流れた便器のうんこがさらに別の便器のレバーが入ったパイプへと流されることによって、さらに別の便器のうんこを流すといったような複雑なシステムのトイレを構築することができます。これをいちいち人間の手でやると、いちいち便器のところに行って手で流さなければなりませんが、うんこの流れによってうんこの流れを制御するという仕組みのおかげで、このような複雑なシステムが短時間で労力を少なくして機能するトイレを作ることができます。しかしもちろんこの複雑化されたうんこの流れの装置を作るのはものすごく手間がかかりますし、流れも遅いですし、こんなものがあっても誰もいい思いをしません。しかしトランジスタの場合は、半導体における電子の流れをオンオフする装置なので、うんこを流すよりも高速で流れるし、かつ簡単にこのシステムを作ることができ、それを何かしらの電化製品を動かすという装置にすれば、とても有意義な現象を起こすことができます。この何やら便利そうな雰囲気がある装置、トランジスタですが、このトランジスタのおかげで、パソコンやスマホなどの高性能なコンピューターを生み出すことが可能となりました。ではこのトランジスタがなぜパソコンやスマホなどにとって必要だったのかということなんですが、例えばこういう装置があったとします。この装置のそれぞれのマスは、それぞれトランジスタとつながってて、それぞれ電気が流れてる場合と電気が流れてない場合の2パターンがあるとします。この装置のここに電気が流れてたら、あ、ここに電気が流れてたらいい、ここに電気が流れてたらう、という感じで、それぞれがひらがな1文字に対応してると決めたとき、ここに電気が流れてね、次にここに電気が流れてろ、次にここに電気が流れてん、みたいな感じで電気を流せば、メロンという言葉の情報を伝えることができます。こんな感じで電気が流れたと流れてないの2パターンを駆使することで言葉を人に伝えることができます。ではもしもこんな感じのノリでこの電気が流れた、流れてないの2通りのパターンを伝える箇所が50箇所ではなくうん百億箇所とかあるとどうでしょう。するとひらがな50文字の組み合わせというレベルでは到底ない、とんでもなく複雑な情報を伝えることが可能となるわけです。そんな感じで我々が使っているパソコンやスマホの中にこの流れた、流れてないの2パターンを伝えるトランジスタがうん百億個とかの数入っており、しかもそれらがさっきの複雑連動型トイレのように極めて細かく連動し合うことで、画像、動画、音楽、ウェブサイト、アプリなどのとんでもなく複雑で細かい情報を我々に伝えることができます。このうん百億のオンオフを手で制御するとなると、全人類の人の手を借りても足りないと思いますが、電子がそれを極めて短い時間かつ低コストでやってくれるので、極めて複雑な情報を快適に我々に送ることができるわけです。しかしこういった複雑な情報を電気によって伝えることができるトランジスタは、やはり半導体なくしてはありえないわけであり、半導体なくして人類の文明はもはや成り立たなくなったわけです。以上、半導体を小学生でも分かるように説明する試みでした。それとこのチャンネルに、放射能を小学生でも分かるように説明した動画があるので、よかったらそれも見てみてください。それではさようなら。